こんにちは、マルオです。沖縄生まれ沖縄育ちのアラフィフ、日々に起こるいろんな出来事をお届けしております。今日は今帰仁村下敷にある慰霊塔を参拝したいと思います。本部半島の北側です。本部半島では有名な国道505号線沿いにありそうです。金秀が近くにあるようです。他にも観光施設があるので割と発展してる場所かもしれません。現在、高速道路を走行中です。名護東バイパスが開通してから今帰仁村が近くなりました。道の駅巨田を過ぎて宿田インターチェンジから名護東バイパスに入ります。そこから約 7km にわたってほぼノンストップで走れます。4つのトンネルを通過するのですが、その時の景観も美しいです。これから出てきますので期待していてください。約2年半前にスタートしたこのチャンネルですが、チャンネル登録者数350人を超えました。慰霊碑巡りがメインのチャンネルなので興味ある人は少ないかと思います。それでも少なくとも私自身は興味があるので動画を作成しています。ということは日本全国にも興味がある人がいるかもしれません。ただこのチャンネルを知らないだけ。知れば登録してくれる人はいるかもしれません。このチャンネルを知ってもらう方法として SNS の活用も考えられます。しかしそこまでのモチベーションがありませんでした。チャンネル登録者数も少しずつ増えてましたが、1日に1人増えたら良い方でした。それがゴールデンウィークに入るあたりから伸び始めました。多い日だと1日21人もチャンネル登録してくれるようになってます。分析してみるとやはりインプレッション数がかなり増えてました。走行してるうちに最初の宿田トンネルに入ります。距離は1121メートルあります。沖縄県内のトンネルでは長い方に入ると思います。宿田トンネルを抜けるとすぐに夜更けトンネルです。夜更けトンネルは少し短くて557メートルです。またまたすぐに3番目のトンネル、大内股トンネルに入りました。3倍速でもなかなか終わりません。大内股トンネルは全長1170メートルです。あっという間に4番目のトンネル、名護大北トンネルに入りました。名護大北トンネルの長さは1975メートルで現時点で沖縄県最長です。1キロメートル超のトンネルが3つも続く名護東バイパスでした。見応えがあったのではないでしょうか。そろそろ名護大北トンネルも終了です。チャンネルの話に戻します。
インプレッション数が増えたと言いましたが、実はある動画に限定されています。異例ひねぐりの動画ではありません。ヨギタンク跡の動画です。2023年11月に公開した時は他の動画と同様で30回くらいでした。それが3月に入ると500回くらいに伸び、4月に入ると1000回くらいに伸び、4月後半では4000回、ゴールデンウィークに入るあたりから1万回以上のインプレッションとなってます。そのおかげで視聴回数も増えてチャンネル登録者数も増えたというわけです。ヨギ動画は2つとも伸びてるので、ヨギ動画が伸びることは分かりました。でもなぜ伸びるのかは分かってません。昔から変わってない街並みというのが理由だと想定して、撮影範囲を広げてみたいと思います。ヨギから広げてヨセミやコハブラ、ソベあたりの動画を予定しています。異例日巡り動画もペースを上げて作らなければいけませんが、並行して古い町並みや史跡巡りもアップしていこうと思います。まだ登録されてない方がいましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。さて、ルートはガブソカ食堂本店も過ぎました。サラリーマン時代に伊平屋島への出張が多かったのですが、運転校に行く道すがらガブソカ食堂本店でソーキそばを食べるのが常でした。国道505号線に入ります。ちなみに国道506号線は豊見城市にありまして、国道507号線は八重瀬町にあります。国道507号線が最後で、国道508号線は存在しません。ビギンの曲で有名ではありますが、実在しないわけですね。歌詞の中に国道58号線が出てくるので、真ん中に霊をつけたと思ってましたが、沖縄から世界につながる架空の道路として国道508号線なんですね。歌詞の中に気になる一節がありました。国神街道が1号線、1号線やったんや、1号線から58 はどうな。琉球国時代に国神街道だったのは分かりますが、1号線ってのが気になりました。調べてみると、アメリカ占領下において軍用1号線となってたそうです。国神街道から1号線、そして国道58号線へと変遷したんですね。ビギンの沖縄愛あふれる曲ですね。そういえば、この辺りにジャングリアというテーマパークができますね。雇用促進、経済発展と良いことも多いと思いますが、沖縄の良さを感じられるテーマパークになれば嬉しいです。それにしても、私も含めてですが、うちなんちはビジネス下手ですね。こんなに素晴らしい環境を有してるのに有効に活用できてないと思います。
南国で住みやすくのほほんと生きてられるのでやむを得ないかもしれません。県外大手の店舗が出店したり、大きなテーマパークができることで、労働者の立場で喜んでるのは少し寂しい気がします。2021年にやんばるはユネスコの世界自然遺産に登録されました。人類共通の財産として保護し、後世に伝えていくためなので、外資や県外企業が潤うのではなく、沖縄自らで立ち上がりたいものです。だからといって何もできない自分が歯がゆいです。さて、ルートは中曽根交差点を過ぎました。目的の慰霊碑までもうすぐです。慰霊碑の近くにダチョウランドという施設があるのですが、行ったことある人いますか？怖いもの見たさで行ってみたい気もするのですが、まだ足を踏み入れていません。コメントで感想などもらえると嬉しいです。慰霊碑の場所を少し過ぎました。なんか斜めだよ。セブンイレブンの駐車場に車を止めて参拝してきます。慰霊碑の隣にはリゾートホテルブエナビスタナキジンがあります。こういうリゾートホテルにもたまには泊まってみたいですね。慰霊碑の前には広い芝生エリアがありました。慰霊祭などを大々的に行うこともできますね。階段脇に植えられたクロトンは風情がありますね。泣き人尊下式の慰霊塔です。これまでに見たことのない形です。石碑や国名碑などはありませんが、1440名の戦没者が合祀されています。石垣を思わせる造りになっています。見れば見るほど個性的なデザインの慰霊碑です。戦争の悲惨さを忘れないために慰霊碑を残していくことは大切です。合わせてなぜ戦争が起こってしまうのかを根本的に考えて、戦争が起きないようにするための努力も必要だと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。